チームが杉の子 B となっております。準備の方お願いします。次のチームは杉の子 B となっております。準備の方お願いします。続きまして杉の子 B チームの皆さん、準備の方お願いします。やっぱ回らないと大丈夫です。はい、菅井さん、秒殺で次のチームは一般の、一般応募の方ですね、準備の方お願いします。残り1分です。準備の方お願いいたします。お願いしますよ。次のチームは長岡となっております。次のチームは長岡です。準備の方お願いいたします。Thank you.
まれ。次のチームは古川 B チームとなります。次の試合は古川 B チームとなります。準備の方お願いします。攻めるんだぞドリームチーム。引き分けで勝ちでしょ。自己分析すれば勝ち。まあ無失点にして。俺ら4人だよ。次の試合は古川杉の子 A チームになります。次の試合は杉の子 A チームになります。準備の方お願いいたします。Thank you.
は次の子 A チームです。次の子 A チームとなります。準備の方お願いします。あもうちょっとね、元気になるこういう風にしたら次の試合はアスナロとなります。次の試合はアスナロチームとなります。準備の方お願いします。次のチームは古川南となっております。次のチームは古川南となっております。準備の方お願いいたします。次のチームは古川 C チームとなっております。次のチームは古川 C チームとなっております。準備の方お願いいたします。次のチームは古川 C チームとなります。
準備の方お願いします。鹿島台中学校7人入って大丈夫そうです。大人もう一人増やしてください。次の試合は女子チームとなります。準備の方お願いいたします。1分です。交代となります。次は女
女子チームとなります。準備の方お願いします。ラッシュ。キーパーで男子入ります。あ、ビブス、あれ、あ、やべ、切れね。次の2試合は大人チーム水分補給につき、古川 A チーム対杉の子 B チームとなります。準備の方お願いいたします。あと、各自水分補給の方もお願いします。水筒の方持ってきて水分補給の方お願いいたします。それでは大人チームの方は水分補給の方お願いいたします。